もう本当にもう今までちょっとだいぶこう言ってきたんですけど、あのこないだ。もうつい。最近もう一回見てつくづくブリュレが可愛くてもうなんかもう。本当ちょっと抱きしめたいですね。ブリュレかっこ。これ、お兄ちゃんにも <laughs> あの一応一応あの今回のところでのあのまあ、裏テーマでもないんですけれど、そこのところにこう家族関係みたいなのがあって。うん で一応ブリュレさんもあのビッグマップ海賊団としてそこのところはしょ<え>ってもらってはいるんですよ。かわいいあのあの映画のところは最初から4大ヒロインという形のところでスタッフ側とも話をしてやっていたんですけど4大ヒロインっていうのは、まあ、ナミンさん、ロビンさん、ウタさんあとブリュレさんですね。で、いや一応あの、えー、ブリュレさんもあなた今回ヒロインですのでと。 モンキー D ルフィ役の田中真由美です出た負け惜しみ <laughs> 歌役の夏香香里ですこんな小田先生からですね、はい、100億突破記念でシャンクスのイラストが届いておりますねえ<ー>かもう感想がね <laughs> 本当にそれに尽きると思うんですが田中さん、うん、いかがですかこれいかっけねえ<ー> <laughs> <え>そうなんですよなんか書くだって、栄一郎だって、時々書くよだって、<laughs> 田中さんの絵描いて、那須賀さんにも感想伺っていいですか、いやもうかっこいいですよね、素敵な眼差し、ねえ、すごい、あのツイッターで上がってきたのを私、最初の時に見せていただいて、もうその時から、すごい素敵だなって思いました、なすかはツイッターとかやるのね。<laughs> あやってます <laughs> この数字を変えていけるんですよね<ー>そういうふうになってるっていうのがね、うそ<嘘>だってここの数字入れ替えるだけですもん、例えば120とかね、120? はい、もう皆さんのおかげであのこ、ここまですごいことになってきて、えー、これはもう今日は、この言葉で締めたいと思います今年の笑顔に俺たちはなる <laughs> 失礼いたしました。 皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。そして今日も失礼いたしました。申し訳ございません。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。で、実はですね。その4、大ヒロインのところは、あの髪の毛のところの処理のところにブレンド処理と言いまして、ちょっとグラデーションつけてるんですよ。実はあのー？ ウタさんだけじゃなくてナミとかロミンにも今回つけてるんですね。女性キャラクターのところに関してはそうしようっていうのがあって。で4台広いのでブルーレさんにもそれがついております。ブルーレさんがどのような形のところで表現されて、そこはこう綺麗な形のところで描かれているのかを見ていただけると、それはそれ多分楽しいのかもしれません。